社会人の頃住んでるお家とさっき言ってた11万円の、なんでこんないい人なんだろうみたいなって言って、なんか心がこう傾いちゃうみたいな、どんどん好きになってくる、うん、ちなみにそこで言うと、自分が結構売り上げが良くなって、やっぱお給料も跳ね上がって、はい、一番変わったなっていうところってどこですか？ああ、私物あんまり買わないんですよ。どっちかっていうとなんかこう価値経験みたいな、なんか体験することにお金を使うことが多くて、すごい素敵なレストランとかあるじゃないですか、はい、憧れのレストランみたいなに一人でも行くようになっちゃいました。わー、もういい、行きたいから一人行ってこうと思って、ランチに一人で銀座のお寿司屋さん、うわ5万円とかね、うわ行っちゃうよね、焼き鳥で行っちゃう、ランチで5万やってますランチで5万やってますたまにとかはかなり変わったんですけど、あとは多分ほとんど変わってないと思います。へ、もう住む場所とかも金銭感覚とかも、まあ、ご飯はすごいねしっかり使うようになったんですけど、あとあんまり変わってない。もう聞きたいことありすぎません？俺らも住むの住むところってさすがにちょっと高くなりましたね家賃。なんか一時期あのスタジオ借りようと思って、スタジオとして借りようと思ってなんか借りたんですよ、もうなんかお家2個あったんです私。写真を撮るスタジオですか？写真撮ったりとか、なんかじゃあルームツアー紹介とかで紹介できるように見せるよってことですか？なんかどうせ経費余っちゃうし借りちゃおうと思って借りてたんですけど、なんか別に2個ある必要ないなと思って、社会人の頃住んでるお家とさっき言ってた11万円の、そっちに住んでるんですか？あ、何？なんかでも好感度上がるんだ。なんか逆にどんどん好きになってくる、なんか本当に結構外に出てることが多くて、仕事柄もあって、なんか本当お家に帰って寝に帰るだけなので、いい、なんか、ま、間取りは超狭いですよ。20平米とかの本当ですか？マッキーの本当に、はい、すごい、なんかあれですね、やっぱりこう贅沢の仕方って人それぞれなんですね。そう考えると、そうですね、何にね重きを置くかはかなり変わると思います。すごい。でもなんかこうさっきのこう料理であったり、うん、自己成長であったりだとか、はい、そういうところに結構フォーカスしてる感じなんですね。そうですね、正直ですよ、痛いお客さんとかやばいお客さんって正直結構いません？います。あ、ですよね、います、います聞きたい聞きたい、どんな人がいるんですか？どんな人だったかな、物理的に潰して持ち帰ろうとする人が最初とかいたんですよ。あ、飲ませて、飲ませて、しかもその飲ませ方もなんかみんなでテキーラ飲もうって言って、でこう女の子たちのテキーラで、男性陣はなんかチャスウィンチャとかみたいな、それは引くわ、引きょう、そう、引きょうと思って、かっこよくないですよね、全然ダメ。なんか一緒に飲めばまだいいじゃないですか、楽しく、うんうん、引きょうと思ってみたいなのとか。最近は本当ここ1年ぐらいでなんか働き方改革みたいなのがあって、私の中で、うん、今まではもう私は接客業でその仕事をしている身だから、お客さんは自分で選んでいけないと思ってたんですよ、だからすっごい嫌なこと言ってくるお客さんとかも私は対応しなきゃいけないと思ってたんですけど、それで結構心が引きずられて、なんかせっかくじゃあ他でね指名してくれてるいいお客さんにもこうなんかナーバスな感じで接しちゃうのも、そう、影響しちゃうのもそれなんか良くないし、その嫌なお客さんに対して嫌だなと思いながらかかってるのってその人にとっても良くないなと思って、嫌だって伝えるようにして、だからもう締めはいらないですって、そっちで。逆にじゃあこう来てもらったお客さんの中で、はい、ちょこれかっこいいなみたいな、好きになっちゃうかもみたいな、 ありますよ。なんか本当そういうイケな、それ聞きたいです一番。あ、確かに確かに、生まま、でなんかイケな飲まれ方して、でなんか私がもう本当にありがとうございますって言うと、こちらこそ本当にいつもありがとうみたいな言ってもらえると、え、なんでこんないい人なんだろうみたいなって言って、なんか心がこう傾いていっちゃうみたいな何回ぐらいそれやったらいけますか？でも、いや、最初からそうかも、うん、この人素敵っていう人がもし来て、はいはい、いい感じになったらもう上がっちゃいますか？あの、上がりはしないかな。なんかお仕事とかもいただいてるので、なんかそういうのは全部、ね、恩を返し終わったら、ね、やめようかなと思ってる。あ、なるほど、あ、お店の愛も感じることができましたね、うん、でも僕らね結構ね気になってるのが、正直この間のすごかったのバースデーのこと聞きたいんですよ。 ありがとうございます。すごかった、嬉しいです。あれはすごかったです。はい、ありがとうございます。もうね、何期あんのシャンパンタワーっていう、すごい圧巻の、もうあの YouTube を見てすごいなと思ったんですけど、ありがとうございます。
かもジャングルさんで初めてですよね、はい、そうですね、イベントそのバースでやろうって、そうです、ね、誰も多分 やらない、そんなになんか目立ちたいみたいな声ないのでなんか私も結構形上やるかみたいななんであれなるやるってなったんですか。交換アゲハっていう媒体があるんですけど、キャバクラ媒体が撮りたいって言って、あ、そっち発信で、はい、じゃあバスやろうってなったんですか、ね、そう、じゃあやりますって言ってやりました。水木さんからするとお昼から夜に来てるじゃないですか、はいはい、でもそういう方たちもこれから始めようって方見てるんですけど、なんかアドバイスじゃないですけど、はい、なんかこう私はこう思って入ったけど全然こういうとこ大丈夫だったよみたいな、なんか安心する一言みたいなのってもらえないですか。あ、でもそれすごい思うのが、私全然キャバクラのこと知らなかったんですよ。そう、本当に初めてのキャバクラがジャングルだったので、だからなんかすごい怖いイメージあったし、もう六本木自体も怖いみたいな、降りたこともないみたいな、で、ね、やっぱもうなんかいやらしいことばっかりなのかなとか、もうなんか変な漫画とかにあるような世界なのかなと思ったけど、なんか言い方あれだけど普通の女の子が働いてて、本当になんか普通の職場だなって、昼も夜もそういう意味では変わらないなって思ったりします。なんかその夜まあやってる中で、はい、絶対にその、まあ、ナンバーであったりだとか、その絶対的にこう比べられることめちゃくちゃ多いじゃないですか。多いですね、女の子同士で、特にタイプも絶対違うはずだし、いろんな女の子がいて、でもそういった時ってすごいなんかこう嫌だなとか思うこととかないですか。嫌だなと思うことよくありますよ。あ、例えばじゃあお客さんがなんか高身長のハーフ系美女が好きだった時で、もうだから全然違うんですよ。逆だからなんか全然可愛くないねみたいな、君全然可愛くないって言われたりする、言われるんだ。 ありますよ、ありますよ、もう本当にタイプじゃないみたいな、とか誰や、その誰や、ゆうたん誰や、まあ、私もそうだし他の子言われるところとかも見るんですよ。そういうのはこの仕事のすごい嫌なところだと思うなって思います。働くってなった時に、まあ、ちょっと覚悟が必要かなとか、まあ、言われてもこうそういう人っているよねって思って流せるぐらいの、ね、なんか気持ちでいないといけないかなと思ったり。ちなみにキャバ嬢としての桜井瑞希さんの以外の活動ってところなんですけど、はいはい、勉強 の、はい、まあ、時間、その日曜とか、要は休日使うだけじゃなくて、はい、何時間ぐらいやってるかとか。でもなんか毎日毎日なんか調べ事をしてるんですよ。それはなんか本当にじゃあ LINE ニュースで気になったこととか、お客さんがなんか今こういうことが熱くてみたいな、そのじゃあ社会情勢的に熱くてとかは本当隙間時間で、まあ、1日30分とか1時間ぐらいなんだかんだ見てる気がします。なんか癖なんですよ、なんか気になったら調べるとか、なんかじゃあこのお客さんがどうして事業うまくいってるんだろうってちょっと調べちゃうとか。えらい、すごいえらいですね。ちなみに今後なんかキャバ嬢以外で活動しようみたいなのあるんですか。はい、今年もうちょっとなんかこうメディアの露出というか、なんかこう店舗でこう接客する以外の仕事がかなり多くなるかなと思ったり。え、これは何かありますね。楽しみなんですよ。ちょっと私もなんか、ちなみになんかこう、まあ、番宣じゃないですけど、はい、水木さんもお知らせしたいこととかってないですか。 ありがとうございます。ドレス作ってます。わ、よろしくお願いします。そうですよね。 そうだ、はい、それ言ってもらえるんですよ絶対、はい、概要欄入りますんで。はい、今日も作ったドレスなんですけど、一応 XS サイズのドレスっていうのでプロデュースさせていただいてたんですけど、最近はもう ML とかなんかもうサイズ問わず、はい、作らせていただいてます。デイジーさんっていう私がその最初にまとめ買いした会社なんですけど、すごい安くて本当3000とかから手に入っちゃう。で、私のドレスも3000から5000ぐらいで一着出してるんですけど、はい、今日はおいくらなんですか。今日も多分3000円か4000円ぐらいですね、はい、見えない見えない見えない全然見えない。なるほど。ちなみにジャングル東京さんからのなんかお知らせなんですけど、はい、なんかこう体験したいなって思ってることもいるかもしれないんで、はい、2022年の12月ジャングル の新店というかフロアが増設されて大きくなったんですけど、女の子が全然足りてなくて、元のお店が6階で1階が新しく出てきたんですけど、6回1回ずっと行き来してるんですよ。すごい足りてなくて、ぜひ退入よろしくお願いします。有名嬢みたいな子が意外といないんですよ、ジャングル。だからそのもうキャバ嬢で名前が売れててみたいな、電撃遺跡ですみたいな子がいないので、逆にその今から始めるって子とかすっごいいいと思うんですよ。確かに
ナンバーも狙えるって感じですよね。そう本当そうなんですよ、うんうんうん、入ったばっかの子がナンバー入ってるとこも全然あって。もう今日いっぱいありがとうございました。本当にありがとうございます。すみません、もう MC のお二人がすごいお話ししやすくて嬉しい。嬉しい。もっと好きだった。最初と最後で声量が違うと音のボリュームで調整します。そうお願いします。というわけで今日はジャングル東京の桜井瑞希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。インスタの方も登録してね。すぐお願いします。ありがとう。ナイトワークで働くなら安心安全のタイニュー .com でお仕事探し、概要欄からチェックしてね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。